倒壊する巨頭アルカイダと9.11への道とはアメリカの作家ローレンス・ライトによるノンフィクション。本書は2001年9月11日に発生したアメリカ同時多発テロ事件に至る長い道のりをアルカイダの指導者ウサマ・ビン・ラディニア FBI 捜査官のジョン・ピー・オニールなどの事件に関わった様々な人物に焦点を当て膨大な資料と取材に基づき描いた。 ノンフィクション作品である。出版は2006年である。本書の評価は高く、2006年、ニューヨークタイムズ年間最優秀図書に選定され、さらに2007年にはピューリッツァー賞を受賞した。日本では2009年、白水社から日本語版が上下2巻で刊行された。日本語版の翻訳は平賀秀明が担当した。2018年、フールーによって、 リミテッドシリーズドラマ化が行われ、日本ではアマゾンビデオで配信された。本書の現代であるザルミングタワーとは、ソビエタツ島という意味で、イスラーム教の聖典、コーラン第4章第78節の Wherever You Are, デスウ l ルファインド U イーブンインザルミングタワーという一節に由来している。本書の著者によれば、ウサマ・ウィンラディンは、アメリカ同時多発提ロ結構に先立ち、 ハイジャックに向かう部下に対して、より大きな栄光のために殉教者になれと語りかけ、この一節を三度繰り返したという。日本語版役者の平賀秀明は、藤本勝次、友野交斎、池田治役、降乱愛を引用して、高い矢倉と訳しているが、ここでは日本語版タイトルに合わせ、そびえ立つ党と訳した。一課に参考として、平賀による引用部分を示す。 お前たちがどこにいようとも、たとえ、お前たちが高い櫓の上にいようとも、死は、お前たちに追いついてしまう。ありがとうございます。